潮風が俺を呼んでいる。ロバートです。今日の企画、マッチョの人探して腕立て対決挑んでみた。これはいいっすよ。だから海にはマッチョいっぱいいるんで、で、まあ、ベンチプレス、まあ、フリーウェイトの人が多分多いと思うんですけど、その中で自重でやってる人もいると思うんで、ちょっと勝負仕掛けていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、企画の説明していきます。腕立て伏せは顎をつけて伸ばしきるまで、これを1回として10回スピード勝負の方をしていきます。どっちが早く10回できるかやっていきます。それではレディゴー。はい、スタート。募集中。OK。はい、スタート。いや。カンタ圧倒的に負けてるわ。伸ばしてた。伸ばしてた。あ。今ついてた。ついてました。ついてました。お兄さんが勝ちっすわ。めちゃめちゃ早かったです。一勝いっぱいや。さっき一人勝ったんですよ。だから調子乗ってきたら負けました。お疲れっす。じゃあ、ここパンパンっす。ありがとうございます。ありがとうございます。見つけました。ちょっと自己紹介をお願いします。筋肉モンスター、よしひこくんです。はい、じゃあ、じゃあ企画の方やっていきます。今3戦目ということで、はい、じゃあセットして勝負いきましょう。これもいきます。よーい、スタート。おー、勝った。カンタボロ負けやわ。多分11回ぐらいされてます。1勝しかしない。あ、もう十分でした。ちょっと待って、今回1勝しかしない、やばい。だから、今何本や。もう1勝1勝2敗やから、次勝ったらボーナスポイントください。あー、今日のボーナス、今日のボーナスポイント。あ、いいあいいいいっすか。オッケー、僕の勝ちで、今日勝ったら。絶対勝たない。めっちゃ十分。オッケー。はい、じゃあ4組目の方、自己紹介お願いします。ジャックルダンスの超ゲッツ。僕より盛り上がる。最高です。僕主役やね。はい、じゃあ勝負していきましょうか。はい、さあ、じゃあ行こう。本気出すよ。本気で。顎を注意に入ると。行きます。よーい、スタート。何回やるの？途中が終わるの？14回なんか。どっち？どっちの？カンタの勝ち。完全カンタの勝ち。いいぞそれ。オッケー。いやいや、罰ゲームのシャッフルダンス。罰ゲーム。うん、そう。今日一日の罰ゲームとかもちろん。お願いします。あれ？シャッフルダンス。はい、腕立て対決ね。結果出ました。2対2で、引き分けやったんですけど、最後まあ勝ったら2ポイントって言って勝ったんで、3対2で僕の勝ちなんですけど、まあ2対2で引き分けということで、また腕立てじゃない、いつでも僕待ってるんで、挑戦したい方コメントください。で、さっきの、勝負した中に結構高校時代有名やった人いるんで、次の動画ちょっと期待してください。それでは、じゃあね。